名探偵コナン、三人の名推理。やあ、俺は江戸川コナン。俺と少年探偵団、そして灰原は江戸の町博物館へ遊びに行ったんだが、その時謎の停電が。ネクストコナン、謎の古文書事件。次回は灰原大活躍編。おい灰原、頑張れよ。言われなくても分かってるわよ。はいはい。頑張っていこうね。どのストーリーがいい？どこから始める？それじゃ始めましょう。謎の古文書事件。もたもたすんな、急げ。慌てなくても江戸の町博物館は逃げませんよ。でも昔の道具とか模型とかがいっぱいあるんでしょ。私早く見たい。よし、コナン飛ばせ飛ばせ。おいおい、そんなこと言ったって、こんなに大勢乗ってたら。子供なんだから。お、来たな灰原。じゃあ早速中に入ろうぜ。言われなくても分かってるわよ。あ、そう。思ったより近代的な建物ですね。とにかくよ、江戸っ子の血が騒ぐぜ。騒ぐのは腹の虫じゃねえのか。やれやれ、付き合ってられないわね。私先に行くわよ。話してるだけ時間の無駄だもの。ったく、可愛くねえやつ。なんか言った？いいや、別に。灰原さんの言う通りよ。さあ、私たちも急ぎましょう。賛成！見学開始！ねえ、見て見て！お家やお店の模型がいっぱい！すごい！したみたいです。まるでテレビの時代劇の中にいるみたいだな。どうだ灰原、おめえの感想はよ。そうね、ま、日本文化も捨てたものじゃないってところかしら。はいはい。これはこれは、おちびちゃんたち、みんな揃って見学会？おじさんたち、この博物館の人？ああ、そうだよ。私は館長の佐伯。私は館長の秘書をしている高野です。よろしくね。
でいいから来てみたかったんです。ここもう感激です。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいな。皆さんゆっくり見学していってくださいね。はい。館長、用意ができました。おお、そうか。じゃあ早速始めてくれたまえ。はい、では相原さん、橋本さん、お願いします。それでは始めます。うん、くれぐれも気をつけて頼むよ。ねえ館長さん、あの人たち何を始めるの？ここで保管していた古文書を大学の研究室に持っていくんだよ。あれのこと？そうだよ、江戸時代より少し前の商人が残したものでね、今のお金で数十億円の宝の在りかが記されていると言われているんだ。数十億円？すごい、私それ見たい。いいとも、もっとも言い伝えだけで誰も秘密を解き明かしてはいないがね。ほう、この中に数十億円のお宝か。この印象、真ん中が変にかすれてるわね。こうして見るとまるでワイングラスみたいだわ。さあもういいだろ、こっちは時間がないんでね。相原さん、橋本さん。ケー、なんだよケチ。まあまあ、せっかく見せてくれたんですから。どうした灰原？いえ別に。皆さん落ち着いて、すぐに予備電源がつくからね。あ、ついた。うわ、大変だ。何？ガラスケースが割れてる。ああ、危ないからガラスには触らないで。館長、たまたまプレートが上から落ちてきて割れたようですわ。そうか、誰も怪我はしてないね。ええ、私たちは別に。ならいいんだ、小さな事故で済んでよかったよ。そうかしら、事故かどうかはまだ。あら、印象のかすれが消えてる。しかし今からわざわざケースを取り替えるのも面倒だな。ケースはそのままでいいから、古文書をすぐに運び出してくれたまえ。わかりました。停電を挟んで印象がいつの間にか変わっていた。ということは、もしかして。その可能性もなくはないわね。そういえば、組織の一部がワイングラスのマークを合図に使ってたけど、
さか今のもあの組織と関係が。私に薬を研究させ、さらに姉さんを殺したあの組織と。灰原どうしたんだよ、さっきから深刻な顔して。なんでもないわ、私他の部屋に行ってるから。はいはい、どうぞご勝手に。セーブする？ちょっと待ってて。どのファイルがいいの？セーブするわよ。終わったわ。まだ古文書のすり替えが組織の仕業と決まったわけじゃないけど、みんなを巻き込むわけにはいかない。ここは一人で調べた方がいいわね。さて、どこから調べてみようかしら。別に怪しいところはないわね。他を当たりましょう。ここは備品倉庫のようね。見たところ何もなさそうだけど、一応調べてみた方がいいわね。別に怪しいところはないわね。別に怪しいところ、ごく普通の倉庫といったとこね。ごく普通の倉庫。別に怪しいとこ、ごく普通の倉、ごく普通の倉、ごく普通、ごく普通の、ごく普通の、ごく普通の、ごく普通。ごく普通の、ごく普通、ごく普通の倉、他を当たりましょう。次はどこへ行ってみようかしら。別に怪しいところはないわね。他を当たりましょう。次はどこへ行ってみようかしら。ここは見ての通りだけど、一応調べてみた方がいいよね。別に怪しいと、別に怪しいと、別に怪しい、別に怪しいところはないわ。別に怪しいと、別に怪しい、別に。
別にあや。別に怪しい。他を当たりましょう。次はどこへ行ってみようかしら。